こんにちははじめまして、えー、!VTuber になったばかりのきらぼしビ i です。えー、漢字で書くときらめく星と書いて、えー、ビビはカタカナです。ウニてんてんのビビです。よろしくお願いします。うわ v i v だよビビだよビビだよ,ビビだよ <laughs> ということでえー、っとあの v、ー、ビ v はあのー。 んーと、どんな性格なのかちょっとビビもまだよく分かってなくてで、とりあえずのえっ、ー、と、私が知ってることはんー多分高校1年生ぐらいでで、えっ、ー、と、宇宙からやってきてでこの今のビビのバージョン1はえー、<laughs> と、マッドサイエンティストのパパがあのー、んービビの性格はこんな感じにしようっていう試作第 1>, 1段階ということでビビバージョン1はぼくっこの高校1年生だよだからえっ、ー、とあの、みんなもぼくのことぼくって呼んでねあ違うかあっちビビだそれはビビでいいんだ私はあ僕ぼくはもうダメだもうダメだーもうダメだあのー、ねまだまだわかんないことばっかりなのでこれからみんなお手柔らかにどうぞよろしくお願いします。髪の毛がこう、ふわふわわ 動いたりとかもう可愛いポーズが取り放題なので。でも今日は僕だからなんか僕っぽいポーズをするよ。イエーイ <laughs> はいえ、いずれはですね。あの先輩 vtuber のみんなみたいなかっこいい挨拶が欲しいなあと思っています。前科 3, 3番893番きらぼしビです。よろしくお願いします。みたいな感じ。よろしくお願いします。 あくまでも例なんで可愛い,いやつも募集したいと思います。はいということで、えー、VTuber として初のお披露目なので登竜、えー、門的な企画をやっていきたいと思います。題して「きら星 v ビビ自己紹介してみたー はいやっぱりね最初は自己紹介ということでえー、と、いろんな質問を用意してもらったみたいなので1問一1の要領で答えていきたいと思いますではではースタートー好きな食べ物はコンペとうぽいぽい好きな色はレインボーイエーイ得意科目は情報処理かっこいいかっこいい好きな動物はアリ 一番好きな季節はえー、冬冬。みんなからなんて呼ばれたい。僕あ、ビビ <laughs> みんなのことはなんて呼びたい。オタクくんさあ <laughs> どこを褒められたら一番嬉しい <laughs> えー。髪の毛この尻尾みたいな。可愛い,いやつえー、座右の銘は、ね、な,なんとかなるえー。今後やりたいことは歌逆に絶対にこれやりたくないってことは？ロシアン州。えー ポキママに一言産んでくれてありがとう。みんなに一言愛してるぞイェーイ <laughs> やばいビビじゃないこんなの <laughs> こんなのビビじゃない <laughs> でもコンペトは可愛くない可愛かったよね可愛かったよねうんだからこんなこと言ったらいっぱいコンペトもらえそうん情報処理っていう科目なかったあったよねあったよねあったよねこう <laughs> でもなんかほらなんか近未来から来てるからビビは そう、サイエンティストのママパパパパに作ってもらったから情報処理そうであとなんだなんでアリって言ったんだ <laughs> 好きな動物はアリでーす <laughs> 怖いよーやだ可愛くないいウサギとか言えばよかった冬はほらなんか冬好きそうじゃない冬っぽい格好してるしねえ <laughs> わ愛くない私あ、僕かわいいでしょ僕可かわいいんだよかわいいなあなんて僕可かわいいんだろう <laughs> このままじゃナルシストになってしまうえー、っとみんなに読んでもらいたいのはやっぱビビビビちゃんビビちゃんかなビビちゃんはーいビビくんはーいビビくんもいいよねどっちがいいかなビビくんとオタク <laughs> くんオタクくん あ、かわい,い。いあらー、この坊主かわいいね。おいいね。いいね。おかわいいうわー。超かわい,い。い <laughs> 僕ってなんて美しいんだろう。<laughs> う<ー>ん <laughs> え、なんとかなる。座右の銘はちょっとあのまだ地球に来たばっか。だからよくわかんなくてなんとかなるって言っちゃった。なぜばなるだ。やばい。間違えた。<laughs> なせばなるなさねばならぬなにごともビビ <laughs> イエーイえっとやりたいこと歌まあなんか歌とかダンスできそうな見た目じゃん僕はさだからねなんか踊ってみてそんなことあるの <laughs> 何踊りって何うーんうーんうおうおおうお 僕はまだわかりませんえー、そしてそしてポキマリママに伝えたいことは産んでくれてありがとう素直ないい子に育ったな僕はなのでポキマリママはママだけど僕はマッドサイエンティストのパパに作られた人格だから <laughs> え <laughs> 僕は宇宙からやってきたのだから んーとーそのマッドサイエンティストのパパが支配している世界線が別にあってその宇宙では僕が1万体ぐらいいるのね <laughs> それで「お前はよくできた子だからこれから地球を乗っ取ってこい」って言われてここに来た。だけど僕は自分のことが好きすぎて <laughs> なんか地球侵略とかよりも僕の美しさをみんなに 知ってもらうために活動していきたいなっていうことであのー、アクティブエイトさんのところに来たんだ <laughs> イエーイそんな感じでねはい。僕はこれからたくさんみんなと一緒に楽しいことをやっていきたいと思っているので今後とも生長くよろしくお願いしますはいということで はい、えー、っとこの須崎あやさんの「バババババーチャル」内でも僕のコーナーを作ってもらう予定なのでえう、ー、えよろしくねでは今日はこの辺で須崎さんにお返ししまーすバイバーイ平星